皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。ちょっとね、今週1週間ちょっと忙しくて、なかなか、今日の一曲できなかったんですけども、本当今週1週間ですね、7連勤ということで、もう本当に時間がなくてですね、やっと、たった1日の休み、日曜日、時間できましたので、やってみたいと思います。はい、今日もね、朝から暑いですけども、ちょっとね、X を見てたらですね、ポストで上がってきて、なんと今日8月25日が、チャゲ&アスカさんのデビュー45周年っていうことで、ああ、そう、45周年になるんだっていう感じでね、見てたんですけども、まあ、せっかくなので、チャゲ&アスカさんね、もう僕も大好きで、いろんな曲聴いてきましたけども、おめでとうございますということで、僕の一番大好きなチャゲアスの曲歌いたいと思います。それではやってみましょう。今日の1曲、チャゲ&アスカでラブソング。北船流行りに紛れて、僕の歌が痩せ続けている。安いおもちゃみたいで君に悪い。ひどいもんさ、生きざまの歌、ハウスの拳が受けてる。僕はそれを見ていたよ、横に並んで。君を浮かべるとき、ソウルの呼吸が始まる。胸に息づくのは君へのラブソング、ラブソング、ラブソング。 Yeah。抱き合うたびにほら欲張りになってゆく。君が思うよりも僕は君が好き。打ち明けられずに、この星の夜にふと転がった。恋が歌になろうとしてる。ボタン代わり淡いを繋いで、君はそれを聞くはずさ、街の中で。君を描くことがソウルの渇きを潤す。心落ち着くのは君へのラブソング、ラブソング、ラブソング。 Yeah。 抱き合うたびにまた君増えてゆく。君が思うよりも僕は君が好き。会えない夜はロンリー、ラジオの音のリルビラン。君からの、君からの、君からの I love you call。 抱き合うたびにほら欲張りになってゆく。君が
僕は君が好き。抱き合うたびにほらまた君増えてゆく。君が思うよりも僕は君が好き。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、懐かしいですね。もう本当、もう本当この歌のね、なんかとにかく世界観が好きで、メロディーラインもそうなんですけど、歌詞も内容もそうなんですけどね、最後の歌詞のね、君が思うよりも僕は君が好きっていうね、あの歌詞がまたいいですよね。改めましてジャギ&アスカさん、45周年おめでとうございます。はい、それでは、5日前になりますね。5日前の、コメント読んでいきたいなと思います。遅くなっちゃってすいません。5日前は、リクエストいただいてました、ハウンドドッグラストシーン、歌いましたけども、しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは、なんか泣けてきた、嬉しいですね。タニーさんが歌うともっと甘いのかと思ってたのに、寄せてきて、ワイルドで、浩平さん、降臨でした。そうですか。夏の終わりにこういう思いで胸がいっぱいになるの切ないですね。ありがとうございましたね。夏の終わりってどうしてもね、あのそういう切ない感じがね、もう華やかだった、季節が終わるっていうね、そんな感じがこう寂しさを運んできますけどね。はい、ありがとうございます。藤江津子さん、いつもありがとうございます。32年前の秋に、長男に浩平と名付けました。それくらい、高校生の時から夫も浩平さん大好きでした。そうだったんですね。谷さんの声にあの頃の、熱い思いが蘇ります。はい、覚悟して前に進んでみます。ね、あ、そうだったんですね。まあ、当時かっこよかったですもんね。まあ、今もね、あの頑張って、活動してらっしゃいますけども、だんだんね、こうあの年齢とともに声がね、歌い方とか声がちょっと変わってきたんですけどね。当時のあの若い頃のね、大友康平さんの歌い方、声とか好きですね。はい、覚悟して前に進みましょう。はい、ありがとうございます。ノフさん、いつもありがとうございます。こんばんは。ジメジメとして暑い、本当そうなんですよね。まあ、台風の影響なのか、お盆前後ぐらいからもう一気に湿度がね、もうまとわりつくような湿度で、今日もすごいですけども、気温はそんなに高くないって言ってますが、言っても30度ですが、本当そうですね。エアコンもドライにしてみました。エアコンはですね、あの弱ドライがいいですよ。あの除湿の弱が、一番電気代食わないです。なのでうちはもうずっと除湿の弱でつけっぱなしです。そんなに普段と電気代変わんないぐらいの、ちょっと電気代増えたかなぐらいの感じぐらいで済むんですよね。はい、ぜひぜひあの除湿弱で、まああの高いエアコンだと、あの再熱除湿とかっていう機能があって、それだとね、逆にあの、冷やしたあのまた熱で温めてどうのこうのって、まあよく原理は分かんないんですけども、それは一番高いらしいです、電気代が。なのであの自分の機種を調べてみるといいですよ。まあ本当にあの高額なね機種じゃないと、その再熱除湿っていうのはついてないっていうことだったんですけども、僕もちょっと調べてですね、本当に、除湿弱標準強とかなっ
ってるのは再熱ではないので一番電気代安く使えると思います。ぜひぜひ試してみてください。ハウンドドッグといえばフォルテッシモかアサヒスーパードライブリッジぐらいしか知りませんでした。あ、そうですか。意外とね、もうあの当時本当ハウンドドッグ流行ってたので、名曲いっぱいあるんですよね。新しい発見でした。本当はスーパードライ派ですが、安いキリンのどごし生を飲みながら聞いてます。あ、そうですか。のどごし生は僕はちょっと苦手なんですよね。なんかあの苦味が強くて、僕はもうセブンのブリューってやつですね。あれが一番飲みやすくていいですね。おすすめです。はい、ありがとうございます。竹久光橋さん、いつもありがとうございます。暑い日が続いてます。台風の影響、ジャッキー・チェン氏のプロジェクト A 主題歌、ポリスストーリー主題歌、よかったら歌ってください。ジャッキー・チェンシリーズよろしくお願いします。ああ、そうなんですね。ちょっと聞いてみますね。英語の歌ですかね。ちょっと今すぐは思い出せないですけども、どっちもね、映画大好きで見てましたけど、はい、当時のね、カンフー映画って面白かったですよね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。まあちょっとね、5日間間が空いてしまいましたけども、ちょっとね、今月、まあ来月もかもわかんないですけども、ちょっと忙しい日々が続きそうで、なかなか時間取れない日も多いとは思うんですけども、まあもしあの時間見つけてね、できる時は、やっていきますので、ぜひ皆さんコメントお待ちしてます。はい、まあ今日はね、もう夏8月のね、まあ最後の週ではないですけども、最後の週は31日までね、日曜日やりますけども、まあ最後の、週っていうことで、ちょっと海にでも繰り出してこようかなと思ってます。皆さんはどういうふうにお過ごしでしょうか。まあ日差しが強いんでね、本当あの日焼け、もうやけどするぐらいの日差しなので、気をつけてください。あとジメジメしてるんで、水分補給して、楽しい休日を過ごしましょう。それでは素敵な日曜日を。